アピキサバンは、血栓即栓症の治療、予防に用いられる、蛍光投与が可能な工業庫材の一つである。商品名エリキュース。血液凝固因子の一種である素因子を薬剤、そのものが阻害する、直接、素因子阻害薬に分類される。また、大素因子は酵素なので、酵素阻害剤に分類される薬剤でもある。なお、艦隊者型の薬剤としても知られる。 欧州で2012年4月に、日本で2012年12月に、米国で2012年12月に承認された。当初の承認は、心房細動患者の血栓症予防であったが、2014年から2015年に、腸脈血栓側栓症の治療と再発予防について、追加承認された。日本で承認されている効能、効果は、である、 英語版の添付文書に記載されている適用は、である。アピキサバンは、英国国立医療技術評価機構から、以下の一つ以上に該当する非弁膜症性、心房細動患者での脳梗塞お及び全身性、側線症の予防薬として推奨されている。アピキサバン、ダビガトラン、リバーロキサン等の傾向工業庫薬は、心房細動の患者で、バルファリンと、 同程度に非出血性脳梗塞を予防し、頭蓋内出血のリスクは低いとされる。重大な副作用として規定されているものは、出血、消化管出血、眼内出血等、肝質性肺疾患、肝機能障害である。十分に用いずに、蛍光工業固薬の服用を早期中止すると、治療肝水後の血栓発生率や治療中の 出血率よりも高い頻度で血栓を生じる。しかしこれは工業顧薬を用いない状態での血栓出現率に戻っただけで投与中止による反調作用ではない。この危険性を低下させるためには他の工業顧薬を用いるべきであるとされる。アピキサバンは出血の危険性を増大させ重篤な時に致死的な出血の原因となる。 止血に影響を与える薬剤との併用は出血の危険性をさらに増大させる。アピキサバンを用いる際の懸念事項として薬物活性を中和する手段がないことが挙げられる。これは患者が緊急手術を受けられないことを意味し、マルハリンと比べた際の大きな欠点と言える。脊椎、硬膜外麻酔、または戦士を実施する場合、 血栓促栓性合併症の予防のために、高血栓薬で治療を受けている患者は、血症発症し、長期間、または永久的な麻痺を生じる危険がある。この危険性は特に手術後の硬膜外または、随行内カテーテルの使用や止血に影響を与える、薬剤の併用で増加する。アピキサバンは、蛍光投与可能な抗選択的可逆的大素因子、直接阻害薬であり、 有利のまたは結界に結合したダイソイン子に作用する。ダイソイン子は凝固化スケードの最終段階で、プロトロンビンをトロンビンに分解し、フィブリン解形成を引き起こす。アピキサバンは結晶板凝集には直接作用しないが、ダイソイン子を阻害することで、間接的にトロンビンによる凝結解形成を減少させる。アピキサバンは、欧州で2012年4月に承認された。 米国では、アリストトル臨床試験が2011年に完了した後に、新薬承認申請資料が提出され、2012年12月に、心房細動患者の脳梗塞予防薬として承認された。2014年3月には、膝、または股関節置換術後の心部静脈血栓症、及び肺血栓側栓症の予防薬として追加承認された。 2014年8月には、さらに、DVT 及びポリエチレンの再発予防薬として承認された。日本では2011年12月に、心房細動患者における脳卒中の発症抑制について承認申請し、2012年12月に承認された。腸脈血栓促栓症の治療及び再発抑制については2015年2月に承認申請し、 同年十二月に承認を取得した。ありがとうございます。